まさちゃん、しょうちゃんか。しょうちゃんっていう店に来ました。おはようございます。で、ホッピーの黒と、煮込み、牛煮込みを。はい、どうも。煮込み。ゴミが来ました。これ走ってないんすか。あ、ごめんなさい。どうぞ。あ、すいません。ボタン走がパンクしてるぞ。まだストックがある。よし、そしてホッピーが来ました。よし、いただこう。黒ホッピーです。おー、いいね。ね、じゃあ煮込みいただきます。黒ホッピーいただきます。あ、うめえな。煮込みがね、しっかりしてる。豆腐もあるし、いただきます。うん、煮込みうめえな。うん、うまっ。うん、あ、こっちの方がうめえわ。あの、さっき食ったどこだっけ、鈴吉よっか、めっちゃ染みてる味が。
味にパンチがある。うめえ。うまっ。これはうめえ。こっちの方がしょっぱい。鈴吉よしようか。うめえな。やべ、冗談抜きでうめえ。これはうめえ。うまっ。これはホッピーが進むわ。通行人が恨めしそうに見てます。このプリプリのさ、なんつうかな、この油の部分がすごいうまい。うまいよ。せいちゃん、しょうちゃん、間違えて、しょうちゃんね。こんな感じになってます。外で食ってますけどね、俺はね、野外で。うわ、うめえ。うめえ、しょっぺえ。やっぱつまみはやっぱりしょっぱくないとな。
とうございます。しょうちゃんメニュー、なんかいい飲み物ねえかな。焼酎お湯割り水割り芋、あホッピー黒500円、牛煮込み500円、まあうまいっすね。 ありがとうございます。いや、ホッピーが進みますわ。酒に合うでしょ。うん。いや、マジうまいわ、ここは。これはうまい。あのね、さっきね食べたところが、あのランキング1位の食べログの1位のとこだったんですけど、あそこよか全然うまいね。うめえ。明らかにあのしょっぱいのがまたうまい。しょっぱさがまた、うん、うめえな。明らかにしょっぱいっていうのがある。で、あと肉の脂がすごい。油のね部分がとっても美味しい。でさっきのところの店員さんがすげえなんかあのおばはんのめっちゃなんか適当な、なんかすげえ適当なとこだったんで、こっちのとこは全然なんか良心的で、そこもなんか俺個人的にそこはポイント入れたいと思いますね。全然あっちすっげえあの雑だったからね。うめえな。なんか組み立てるんですか。ここビニールだけ。ああ。汁も飲むわ。はい、危ない。
結構昼から飲んでる人いるんですか？はい、多いですよ。ああ、うん、やっぱり。ああ、はい、メロンパイ最速のアーケード入った方。うん、はい。あ、うめえ。ごちそうさまでした。